それでは、ただいまから演説を始めますが、演説の順序は本日の抽選で決められた通り、安倍晋三候補、石破茂候補、町村信孝候補、石原伸晃候補、林芳正候補の順番といたします。演説中に時間が来ましたら、ボードにて残る時間を表示するとともに、1分前に合図のベルを1回、時間終了時に2回、このように鳴らしますので、時間厳守でお願いいたします。それでは安倍晋三候補、お願いいたします。皆様おはようございます。この度自由民主党総裁選挙に立候補いたしました安倍晋三です。まずはじめに、この3年間野党のリーダーとして本当にご苦労されました谷垣貞一自民党総裁に心から敬意を表したいと思います。私は6年前、皆様のご期待をいただき総理に就任をいたしました。病のためとはいえ、突然総理の職を辞する結果となりました。国民の皆様、党員の皆様、そして同僚議員の皆様に心からお詫びを申し上げます。この5年間、私の責任をどう取るべきか、ずっと考えてまいりました。昨年3月11日に東日本大震災が発災をいたしました。いまだに34万人の方々が避難所など、仮設住宅など、困難な生活を強いられています。今こそ、政治のリーダーシップで、本格的な力強いオールジャパンで復興に進んでいかなければなりません。待ったなしであります。大震災は私たちにとって本当につらい経験でありました。同時に私たちにとって大切なものは何か、守るべきものは何かを学ぶことができました。あの大災害の中でも人々は規律正しく行動し、被災地の方々は助け合った。その姿を見て多くの外国の人たちは称賛をしました。南三陸では若い女性職員は一人でも多くの住民を避難させようと最後までマイクを握って尊い命を落としました。福島第一原発では、自衛隊や警察や消防や現地の職員が、被爆覚悟であの事態をコントロールしようとしました。戦後67年間、我々自由民主党は日本を豊かにするために頑張ってきた。その方向は決して間違ってはいませんでした。しかし時に、経済市場主義の中で、価値の基準が損得にあるような、そういう風潮が蔓延をしていたことは事実であります。彼らが取った行動は損得を超える価値があるんだということを私たちに示したのではないでしょうか。それは大切な家族を守るためであり、愛おしいふるさとを守るためであり、かけがえのない祖国日本を守るためであります。時には誰かが命を懸けなければ守れないこともあるんだということを私たちに教えてくれました。今日も尖閣海域に中国の公船が領海侵犯をいたしました。日本の美しい海、領土が脅かされようとしています。長引くデフレ、円高によって経済は低迷し、若い人たちは将来に夢や希望を見出せないでいます。
この日本の危機に、国難に身を挺して立ち向かえとの同志の声に応える決断をいたしました。まず日本の領土、領海、何よりも国民の命は断固として守る、そのことを宣言したいと思います。民主党政権の失望の3年間によって、外交安全保障の基軸である日米同盟関係が揺らいでいます。日米同盟関係とは何かといえば、もし日本が外国から侵略されたときに、アメリカの若い兵士が日本のために命を懸けるということであります。この若い兵士たちにも恋人がいます。家族がいます。愛する人たちが日本のために戦う。そのことを理解できなければ同盟は維持できません。信頼のない友人のために命を懸けてくれる人たちは世界中探したってどこにもいないのです。信頼のない同盟はただの紙切れに過ぎません。我々は政権を奪還し、信頼を取り戻し、日米同盟を確固たるものにしなければなりません。やるべきことは、まずは日米同盟関係をより対等にしていくことであります。集団的自衛権の行使、それを認めるように解釈を変更しなければいけません。安倍政権当時、四分類を我々決めました。この四分類において、解釈の変更を、集団的自衛権の行使を含めて、解釈の変更をしていくべきであります。アメリカの艦船と自衛隊の艦船が公海上ともに航海をしているとき、アメリカの艦船が攻撃を受けて、日本の艦船がそれを助けなかったら、その瞬間に日米同盟は終わります。当たり前のことを当たり前にやっていく。日米同盟がより対等となり、強化されれば、日本はより平和で、地域はより安定した地域になっていくわけであります。今から10年前、私は小泉総理とともに北朝鮮を訪問しました。10年前のことで何を思い出すかといえば、それは金正日委員長と握手したときのことではありません。10年前の10月の秋の日の出来事であります。5人の被害者の方々が日本に帰ってきました。私は羽田空港に迎えに行った。5人の被害者の方々はタラップを降りて、家族の皆さんと涙の対面をしました。そこには横田茂さん、早紀江さん、家族会の会長として来ておられた。会長としての責任感からその場を記録に留めようと盛んにカメラのシャッターを切っておられました。しかしお二人の目からはついついと涙がこぼれていた。そこにめぐみさんがいないことはどんなにつらかったかと思います。この二人が自らの手で、そしてすべての拉致被害者の家族の方々が家族をしっかりと自分の手で抱きしめることのできる日が来るまで私の使命は終わらない、その時そう決意をしたのであります。今キム・ジョンウン第一書記が新たなリーダーとなりました。彼は拉致問題には関わっていない可能性は出てきたんだろうと思います。まあ、しかしキム・ジョンウン氏がこの現状を維持しようと思ってもできない、拉致問題を解決をする国際社会の要求に応えなければ北朝鮮はやっていけないんだということを彼らが理解し、そして決断するように仕向けていくためには、しっかりとした国際的な圧力をかけ、そして対話に持ち込むしか道はないと思います。日本は今から60年前、主権を回復しました。本来であれば60年前の4月28日に独立を回復したことをことほぎ、7年間の占領時代と決別をして、私たちの伝統と文化の上にみずみずしい新しい日本を作るべく第一歩を踏み出すべきでありました。しかしそれをしなかったことで
今、さまざまな問題が私たちの前に横たわっているのであります。今こそ、戦後の体制の鎖を断ち切り、憲法改正に挑まなければいけません。憲法改正への道である国民投票法を成立させました。今こそこの橋を渡って、憲法を私たちの手で作るべきであります。次に、経済社会保障制度についてお話をさせていただきます。伸びていく年金、医療、介護、大切なセーフティネットのために、この給付を守るために、私たちは三党合意を行い、税と社会保障の一体改革を進めていくこととなりました。今後もこの中身を進めていくことは当然のことであります。まあ、しかし、同時に、強い社会保障制度とは、民主党が言うように、できもしない給付を約束することではありません。その給付を確実なものにする強い経済を手に入れることこそ、強い社会保障制度につながっています。消費税を上げる前に、私たちはデフレから脱却をしなければいけません。そのために、政府と日本銀行が政策協調し、思い切った金融緩和をはじめ、デフレ脱却のために政府日銀一体となって政策を総動員していく必要があります。 2-3% の安定的なインフレを実現しなければなりません。まあ、しかしすぐには企業の投資消費は起こってきません。そのためにはまずはやはり子どもたちの安全やそして命を守るための防災のための公共投資、そして地域が、今疲弊している地域が、伸び伸びと発展していくための、成長のための未来への投資となる公共投資は、今こそ堂々と行っていくべきであると思います。そしてデフレから脱却をし、円高を是正し、その上で経済を力強く成長させていかなければなりません。そのためには、新しい成長戦略を作っていく必要があります。我々が政権を取ったら、日本経済再生本部を作って、英知を結集して、力強い成長戦略を作り、実行してまいります。成長の鍵は、イノベーションです。新しい技術、新しいビジネスアイデア、そして創造的な取り組みであります。イノベーションに国家資源を投入していくことが求められています。安倍政権時代、神戸に世界一のスーパーコンピューターを作るスーパーコンピューター系プロジェクトというのをスタートしました。なぜ世界じゃなければいけないのというあの民主党の妨害にもめげず、世界一になりました。今残念ながら2位になりましたが、1位を目指している限りまた1位に戻ります。このスーパーコンピューターを使って何をやっているかというと、パーキンソン病とか、アルツハイマーとか、うつ病とか難しい病気の画期的新薬を作るために使われています。治験の期間も大きく短縮されるでしょう。イノベーションによって私たちは健康を取り戻し、そして何兆円という富を生み出すことができるのであります。安倍政権当時、名目 GDP は513兆円、税収は51兆円、そして株価は1万8000円を超えていました。21世紀に入ってから、最も高い水準でありました。その結果、プライマリーバランスも6兆円まで縮まりました。あと少しのところまでやってきた。成長によって財政健全化に進んでいくことができます。もちろん成長によって全ては解決はしません。しかし、成長なくして財政再建はないし、成長していこうという精神を失った国には、私は未来はない。そう思うわけであります。私は政権を担い総理として挫折を含めさまざまなことを学んでまいりました。この経験を生かしてこの国難に立ち向かっていく決意であります。
日本は黄昏を迎えているという人がいます。果たしてそうでしょうか。それは違います。日本には可能性がある。今私たちが何をするかにかかっているんです。政治のリーダーシップで皆さん共に素晴らしい日本の新しい朝を迎えようではありませんか。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。